世界のウルトラプロミネントボンの分布、ウルトラプロミネントボンとは、プロミネンスが1500メートル以上ある山である。単に、ウルトラとも言う。地球上には1515 15座のウルトラが存在する。マッターホルンやアイガーのような広報であっても、ウルトラであるとは限らない。これらの山は、より標高の高い山と高所の暗部で、接続されているため、プロミネンスが低くなっているためである。 ウルトラという言葉は地球科学者のスティーブン・フライがワシントン州の山のプロミネンスの研究で1980年代から使い始めたものである。彼が使っていたのはウルトラメジャーマウンテンという言葉でプロミネンスが5000フィート以上の山を指していた。世界には1515 15座のウルトラが存在している。そのうち649座がアジア、355座が北アメリカ、 209座が南アメリカ、119座がヨーロッパ、84座がアフリカ、69座がオーストララシア、43座が南極にある。世界の広報のほとんどはウルトラである。その中にはエベレスト、K2、キリマンジャロ、モンブラン、オリンポス山が含まれる。しかし、アイガーやマッターホルーンはプロミネンスが低いため、ウルトラではない。多くのウルトラが、 人があまり訪れない、荒れ果てた場所にある。例えば、グリーンランドの39座のウルトラ、北極地方の島々の最高地点、ヒマラヤ山脈の136座のウルトラなどである。ブリティッシュコロンビア州にあるいくつかのウルトラには、一般に認められる名前がついていない。いくつかのウルトラは、未登峰である。サウイルスオタシ、サイプルさんガンカープンスムは、 世界で最も登頂困難な未登頂のウルトラの候補に挙げられる。7大陸最高峰は、その大陸にその山より高い山がないという事実により、すべてウルトラである。7大陸最高峰のプロミネンスの基準となるキーコルの高さはほぼ海面の高さに近く、海抜とプロミネンスがほぼ同じ値になっている。すべての七大陸最高峰のキーコルが海面と一致しないのは、 いくつかの大陸が陸続きになっているためである。カナダ最高峰である、老ン山の山頂。プロミネンスは世界第6位。ありがとうございます。